ボンジョーノーなちゃんです。今日、7月の22日金曜日、朝礼タイムです。まずね、血圧を測っていきましょう。134の79の65。結構ね、ちょっと落ち着いてきたね。昨日夜低かったって108ぐらいしかなかったって、上が108の70何倍忘れた、その前だよ。ちょっとね、多少変動出るけどもね、108はびっくりしたわ。こんな下がったんやと思って、前は開けてこようかなと思ってね、まあ、そういうとこめったに行く、めったにっていうかね、なんだろう、メンタルクリニックで行くことがなくてね、性同一性障害の時に通ってた病院があって、そこは行ったことあるけど、そこはもう普通にメンタル的なもんじゃなくて、性同一性障害の、相談できるから、相談とか診断できるからね、実際そういうメンタルクリニック行ったことないから、ある意味ちょっと怖いっちゃ怖い、何をするんだろうみたいな。よいしょ。ではいただきます。ね。疲れた、いろいろと。いろんなところに連絡あってね、なんかいろんな通報あった、通報あったっていろんなところに聞いてきて、またその病院にも迷惑かけたから、もう今回もね、もう途中動画も撮らずに行ってくる、結局やって仕事を追いやる、それがあなたたちの、ね、狙いなんでしょうね。でもあっちゃんはそんなに屈せずね、ファンのみんなと楽しくやっていく、だからそんなもんにね、屈しとったら YouTuber やってられへんしね、まあ、人の家族を潰すことが目的、絶対自分に返ってくるからね。実際ひどいことをしてきた人たちはみんな自分に返ってきてる、まあ、この話をするとね、またちょっとやばいかな、やばいな、やめとくね。いろいろ人にね、傷つけようとしてやってきたやつ、大体みんな自分に返ってんのよ。確かにね、あっちゃんもいろんなことやらかして、今日もね、いろいろその朝の、だから昨日のね、総霊動画のコメントのがまあひどかったね。じゃあ目は通しとったんやけど、でその中で、ね、他人にどうのこうのとか、人になんやかんやとか、こんなこと言ったと、確かにあっちゃん言ったかもかね、まあ、今日ちょっと時間ね、出ていくからやけど、帰ってきたら一回自分の動画を見返して、自分も反省しなあかんないとこもあるしね、ちょっと見返そうかなと思ってるんやけど、あっちゃんは誰を潰そうと思って言った言葉じゃない。これはね、言い訳でも何でも、確かに流れ玉当たって傷つけた、それはあっちゃんだけど、無神経さがあったかもわからへん。
なんか、まあ、配信者としてね、こう大まかに一般的な話をするとそれが刺さっちゃう人がいて、そうなってくると話ができなくなってくるから、やっぱりみんなに伝えるためにはある程度のそのね、誰かに刺さるかもわからんリスクもあるけど、そういう言葉も吐かないといけんと。でも今回は集中砲火であっちゃんを落とそう潰そうっていう人も見え見えなんで、今やっぱりちょっといろんなことがあって掲示板の方見に行ってるけど、ああわざと通報してるんですねっていうのもわかる。そんなひどいことしてる中でね、人を潰そうと思ったら必ず自分が潰れる。今までからあっちゃんを潰そうとしてしてきた人たち、確かにあっちゃんにもダメージはあったかもわからへんけど、それ以上に自分が潰れていってる。まあ、例を挙げていくとね、実名出しになってくるんでできへん、実名っていうかね、ちょっとできへんねんけども、あっちゃんを潰そうと思ってやった人はほぼほぼみんな自分に返ってきてんのね、うん、それで人を潰そうと思ってノーノーと今幸せに生きてる人なんて皆無なのよ、ゼロなんよ。今あっちゃんのね、知ってる限りで、だから嫌なことがあってあっちゃんから去った人もいてる。その人たちの消息はあっちゃんわからないけど、人を潰そうとして何らかしらやってきたやつっていうのはやっぱり今ひどい目に遭ってる人ばかり、うん、これってね、あっちゃんにしたからじゃなく、世の中ってそんなもんないよ。ひどい仕打ちをしてると必ず自分に返ってくる。この世の中神はいないってよく言うけど、やっぱり神様は見てる。それはどこで返ってくるのか、今やったからすぐに返ってくるんじゃなく数年後数十年後返ってくる、うん、でやっぱり人を傷つけた人が今本当に幸せで笑ってるのかって、そんな人いてないよね。だからこそ人を傷つけようとする。もうすでにその時点でバチは当たってるんや、たーちゃんも。だから本当に幸せなら他人を傷つけることなんてしない。でも他人を傷つけないといられない人っていうのはもうすでにバチが当たって苦しんでる、苦しんでるから他人にそれを横流し受け流ししてる、うん、さらにひどいところに行くよ、そんなことしてると。あっちゃんはそう思う。だからあっちゃんは自分に降りかかる火の粉を払うけど、他人をわざわざ呼びつけたり他人のとこに行ったり他人のことをあらわにして傷つけることはしない。それは昔から自分の心の中にあって、やられたらやるよ、もちろん。でもやられたことに対してやるけど、それ以外のことで暴れることはしない。例えば論点をずらして、過去にあなたこんなことしたでしょとか、そういうね、あの論点流しのことはしない。そのことに対して面と向かって真っ向から戦う。それ以外で火の粉を振る。だからバカみたいなこと言ったら、あなたもバカですよね、こうこうこうです、じゃああなたもこうですよね、そういう解消はするけど、あなた過去にこんなことしてたよね、なんてひどいことはしない。でね、今現状をね、それを潰すためにこんなことしてる、あんなことしてるとか言う人いるけど、そんなこともしない、うん、だってバカげてるから。やってること、こう今やった行為に対してあっちゃんバカだよっていうだけのことでね、そんなやつと関わりたくないから、過去のこと思い出すだけでも吐き気するから。だから今やってること、現在あっちゃんに対して火の粉を散らしてるやつの火の粉を振り払うだけ、それで十分。でもそうじゃなく、過去ほじくり返したりいろんなことほじくり返すやつっていうのは必ず自分に返ってきますから。